はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今回は FX の追加配信になりますけども、視聴者塾生さんのねお一人から、嬉しい報告をいただきまして、それをね今回プライバシーに配慮しながら報告しようかと思います。昨日のソーサートップの後のレンジ幅でブレイクが起きたところで、エントリーするんだよってとこだったんですけども、そうですね、こういう風にレンジができてるなっていうところで、ソーサートップはこういう風に入ってました。で、これを前提にですね、仮説を立てるときにブレイクが起きるのはここのポイントだよってとこだったんですよ。で、今回メッセージいただいた方はお孫さんがいらっしゃるそうでね、お孫さんがいらっしゃって、よしよしって寝かせた後で朝の配信に目を通していた。ですんで、だから数時間後ですかね、私の朝の配信の数時間後だと思いますんで、何時かは分かりませんけどもね、ちょっとご覧いただいていた時に、あ、ブレイクが起きたなっていうのに気づいたらしいんですよね。ですんで、少なくともこのブレイクですか、このブレイクに気がついた、いたと思うんですよ。それで、126の852で入ったということなんで、おそらくこの辺で入ったんでしょうね。十分ブレイクが確認できたところだったと思いますから、すごくいいタイミングで入られましたよね。で、その後30ピップスを取って確保したということだったんで、30ピップス取ったんでしょうね。ですから、このあたりですよね。もっと先まで取れたと思いますけども、でも30ピップスなら十分ですよね。だから1ロットで言ったらこれで3万円ぐらいですから、いいニットになったと思うんですよ。お孫さんを寝かした後で3万円みたいな感じですよね。で、その後追撃ロットを、それまでの、ロットね、半分にして。だから1ロットで行ってる場合は 0.5 ロットで追撃して、その分を、ちょっとお立ちんで取ったみたいな感じじゃないですか。もちろんここは取ったかどうかわかりませんけども、おそらく、まだね、下げの途中だったと思いますから、追加でちょっと取れたんじゃないかなと思うんですよ。もしくは、ちょっとね、考えにくいことではあると思うんで、申し上げにくいんですけども、ヒゲが出てるとこですよね。だから、下の方に伸びていて、戻ってる途中でエントリーしちゃったら、もしかしたら多少ロスカットがあったかもしれませんけども、どちらにしても、この半分でね、追撃したっていうのがポイントなんですよ。30ピップスの大部分を確保した上で、新しい挑戦が取った利益でできるってことですから。だからこれがね、負けないエントリーのやり方なんですよね。ちょっと拡大してみましょうか。はい、こんな感じになります。126の852で入ったということだったんで、おそらくこの辺りで入ったんでしょう。黒で書きましょうか。852でこの辺りで入ったんでしょう。で、30ピップスを取って、その後で、ロットを 0.5 にしてね。で、もう一回売りの方で取ったということですよね。こんな感じでやるのが理想なんですよ。で、そうすると、確保した30ピップスは大部分を守りながら、追撃ロットもいけるわけですから。そうすると、追撃ロットの方も勝てれば、例えばね、5ピップスとか10ピップスとかさらに取れるし、もし追撃が、深手にならずにね、決済、ロスカットを食らったとしても、30ピップスの大部分、半分以上は守れると思うんですよね。ですので、こういうふうに、最初は追撃もやってみてください。慣れてきたらね、追撃ロットを逆に倍にするとかっていうこともできますから、それは全体の資金量と、あとスキルに応じてやるところになりますんで、今の段階では、追撃ロットは半分ということを守っていただければと思います。じゃあ今日は以上ですね。追加放送終わりです。